ますか。さらなる世界記録更新へ向け前人未到の大記録に挑みます。13メートルが15メートルまでどんどん引き上げられていきます。いやマジか。試合や遊びでもいいですけど、この15メートル蹴るなんてことあるんですかね。Sí, jugamos de manejo de pelota, de control. No tirarla tan alto, pero sí que jugamos. さすがのメッシ選手もここまで高く蹴り上げることはないんですね。さあ、その目の前にそそり立つのが未知なる15メートルの壁。ちなみにこの15メートルっていう高さは京都のあの清水の舞台の高さ。高すぎて何だかよくわからないですね。正直そうです。はい、FC バルセロナのチーム歴代最多得点記録を塗り替えたメッシ、リフティングハイの世界記録も次々と塗り替えていきます。15メートル。さあ、表情から笑顔が消えたようです。リオネル・メッシ、ふーっと一つ息を吐きました。さあ、果たして。さあ、今ホイッスルとともに、ここも全く15メートル見上げないですね。本当ですね。さあ、ここも思い切って蹴り上げた。さあ、クリアできるか。超えてる。ゴールは超えている。さあ、クリアできそうだ。来た。2015年新年最初の挑戦。ここも思い切って蹴り上げた。さあ、クリアできるか。超えてる。ゴールは超えている。さあ、クリアできそうだ。来た。15メートルの世界記録を更新してしまいました。いやー、これはほんともう素晴らしいの一言に尽きますね。笑顔ですよ。さあ、今のプレーです。はい、まあ、先ほどのような助走からのキック、これ落下点に入るのはやっぱり早かったですね。まあその後ですね、この高さですから、まあドラップがちょっとさすがにちょっと乱れた、大きくなったんですね。確かに。まあ、ただ決して慌てることなく冷静にカバーしました。この柔らかいボールタッチと落ち着いた状況判断は、まあ、実は実際の試合でもゴールを生み出してるんですよ。おこちらのプレーをご覧ください。なるほど。いや、お見事メッシ選手。これ15メートルさすがにクリアできると思いませんでした。ゲームとしちゃった。そうそう言わずにメッシ選手、ぜひここまで来たら限界見せてください。さあ、次何メートルいきますか。18。いや、ここに来て一気に3メートル上げてきました。まさに異次元の世界。メッシといえどもこれは難易度高いですね。さすがに18メートルを成功させるのは難しいと思いますけどね。はい、まさに天空の高さ。メッシ選手、18メートルどうですか。Primero intentar pasarla porque es alto y después que no se vaya tan lejos y que es más o menos cerquita para no correr tanto. さすがのメッシも難しいと言われるこの18メートルですね。まあ、ちょ見てくださいよ、メッシがあんなにちっちゃくなっちゃってますよ。本当ですね。それもそのはず、岐阜城に相当するという18メートル。もう分かんないですね、それは。さあ、メッシが挑みます。白越え。白越えですよ。岐阜城かよ。見上げる先にはリフティングハイ、高さ18メートル、バロンドール4度受賞、地球上の先頭を突き進む男です。まさに未知なる扉をノックします。すごいな。これまで数々の栄光を築いてきたその左足、新たな記録を築くのか。18メートルへのチャレンジ。さあ、ホイッスルが鳴らされました。小倉さん、もう期待しかないですね。いや、間違いないですね。見せてくれるか。まずは届くかどうか。この高さ、さあ、蹴り上げた、蹴り上げた、超えてる、超えてる、超えた、超えた。さあ、あと1、2、 OK、 クリア。届くかどうか。この高さ、さあ、蹴り上げた、蹴り上げた、超えてる、超えてる、超えた、超えた。まあ、もうただただすごい。さあ、
では今のプレー見てみましょう。まずは注目がこのボール蹴り上げる時なんですが、バーを全く見てない。いやー本当ですね、感覚だけっていう感じですかね。18メートル上ですよ。そして蹴り上げられたボール、見事な放物線でバーを越えてます。これ体勢崩れたんですね、でもしっかりと落とさずに見事クリアしました。なるほど、まあ、しかも見てくださいこのトラップ、18メートルという高さから落ちてくる。ボールの勢いを殺すためにこれジャンプしながらトラップをしてるんですね。本当ですね。さらにこんな体勢になってもちゃんとボールをコントロールできてるんですね。まあ彼にしかできないんじゃないですかね、こんな荒技。もう素晴らしい、神の領域です。いやメッセージ参りました。どうですか今お気持ちは。いやもうここまで来るととことん記録見たいです。次メッセージどうしましょうか、何メートルいきましょうか。20メートルですか。あんな難易度を想像することも難しい高さですね。なんとリフティングハイ、ついに20メートルの大台へ。もうあれもうなこれ岐阜城出しちゃったからね。岐阜城出ちゃった。もうないもうない。さすがのメッシもこの高さ驚きを隠せません。まあそれもそのはずです、この角度もう本当に真上見上げています。前人未到です。さあ人類を超越した男メッシ、これちなみにかの有名なエジプトのスフィンクスに匹敵する高さ20メートルだそうです。もう高さの壁が世界に飛び出しちゃったんですね。その通りです、カメラの枠に収まりません。あららら、その完璧なボールコントロール、すごいな。世界一とはこういうことです。またしても記録を塗り替えるのか、立ちはだかるはリフティングハイ、なんと20メートル。人類の限界に挑むリオネル・メッシ、果たして20メートルをクリア。